こんにちは、花山さん。とってもいい動画でしたね。ありがとうございます。あえてここにね、私はかぶせていこうかと思いますけども、30というものに壁を感じて、30というものにネガティブなイメージを持つのは、ある意味正解なんではないかなと思うんですよ。つまりですね、30歳になったからといって一夜にして人生が変わるわけではないというふうに花山さん言いましたけども、30になって人生が変わらないって一体どうなってるんだっていうふうなこともね、私同時に思うんですよ。30になったのに何も変わらないの。20代の延長線上でなっちゃったの。ただ時間が経っただけじゃん、それ、みたいな感じですよね。だからね、船出をするには荷物が少なすぎたねっていうふうな言葉があるんですけども、30になるにはちょっと20代の経験少なすぎたんじゃないですか、みたいな方がやっぱり30にものすごくね、ネガティブなものを感じると思うんですよ。30歳だからってどうってことないよみたいなね、もちろんから元気も必要かもしれませんし、根拠のない自信っていうのも、ある意味ね、強い力になると思います。ただ根拠のない自信は所詮根拠がないんですよ。つまり自信が空回りして過信になり、自己評価の高さになってきます。結局等身大の自分をきっちりと評価して、その自分で持てる荷物と持てない荷物、そしてどこまで旅ができるのか、自分の荷物はどこまでの船出に耐えるのかってことが見分けられない方が30になる壁に不安を感じるんじゃないかなと思うんですよ。まさにね、これだけのことをやってきたんだから30になっても引けを取らないだろうというふうな気持ちで、例えばね、25、6ですでに30とタメを張れるようなね、五分でいけるような力を込めていれば30に生きようよとなれると思いますけども、30になったのに25、6に並ばれるようなね、そんな力しかなければ、やっぱりね、30になるのは怖いと思いますよ。単なる時間が過ぎただけですからね。かくいう私がそんな人間でしたからね、本当にね、30になったからってなんだよっていうふうに思ってましたけども、そうなんですよ。何もしないうちに30が来てしまったと、ね、大した実績も上げずに、大した失敗もなく、何にもせずに、本当にただ年を食って気がついたら30。いや、これは怖いですね。から元気を出そうと思っても、から元気すら出ないですよ。そして世の中の評価はこうなんですよ。30になってそれかよみたいなね、すいませんでしたみたいな感じですよね。これね、よく言われることなんですよ。よく言われてるのは私が言われるんではなくて、林修さんっていう方がね、塾講師の方でいらっしゃったんですけども、この方がね、すごくいい言葉を東大生に向かって残してるんですよ。東大生ってのはものすごくね、エッジが立っているから、良くも悪くもものすごくね、目立つと。じゃあね、東大生、何かがうまくできた時に、やっぱり東大生だからねっていうふうに大した評価はもらえないんですよ。でも東大生がヘマをしたり、ちょっとしたことを知らなかったら、東大生なのにそんなことも知らないの？みたいなね、レッテル貼りがあるんですよね。じゃあですね、30なのにそんなことできないの？30になってそういうことも経験ないの？みたいなね、こんな見られ方もしてしまうってことなんですよね。私もね、この辺はね、すごくね、心に染みるところなんですよね。年齢に応じた人格や実績を身につけてるだろうかっていう言葉に集約されるんですけども、そうなると、東大に行ってるのに、大卒なのに、高卒なのに、そんなものみたいに思われてしまうんですよね。で、逆にですね、やっぱ中卒だよねとか、やっぱ高卒だよね、大学でのお坊ちゃんその程度だよね、こういうふうな言葉も浴びせられてはどうでしょうかね。だから結局、さすが何々だなって思われるかどうか、そこが全ての勝負の分かれ目なんではないかなと思いますし、自分自身に対してもそれはしっかりと評価するべきだと思うんですよね。じゃあ最後に、小野里さんが最近ね、こんなことをね、言っていたんで、非常に分かりやすい例だと思います。 AKB のメンバーでどんな人がいるのか私はよく知りませんけども、 AKB の前田敦子ですとかね、指原ですとか言ってね、私 AKB にいましたっていうのはどうですかね。知ってるよと、やっぱり AKB 引っ張ってきたよねっていう感じで違和感ないと思うんですよ。でも AKB の中にも AKB という名前、メンバーというね、触れ込みがついていますけども、全然知られてない方がいるんですよね。その方がひょこひょこやってきて、私 AKB にいたんですけどって言ったらどう思いますかね。お前いたの？みたいな。
いや AKB の名前出すなよ、知らねえよみたいな、ね、要するにその人が出てくることによって AKB の評価が落ちるってことなんですよ。だから自分のやってること言ってることっていうのは結局何かを代表していたり誰かを代表してるんですよね。まあ、私がいい加減なことをやってるとネットビジネスをやってるやつなんてそんなものね、やっぱり詐欺師でしょとかね、そうなっちゃうんですけどね。ただ私はネットビジネスというカテゴリーで情報発信してますけども、その情報発信の量が半端じゃない。こんな誰もできないことをやってるんだったら1億2億稼いでもしょうがないよねっていうふうに思わせられるかどうかですよね。まあ、私のことをよく言うわけではないんですけども、結局ね人生にはいろんなつまずきがありますが、やっぱ軽く見られるようなねつまずきはできないかなと思いますよね。いやそんな目にあってすらやるのみたいなね。ちょっと私の例で恐縮なんですけども、私は2年前の9月ぐらいに名古屋でね、出張中の名古屋で、出張って言っても YouTube の撮影なんですけども、出張中の名古屋で肩を脱臼したんですよ。それこそこっからね骨が出ましたよ、ね、深夜だったんですけども、で宿泊先のホテルからもうクラクラして、ね、頭が痛くってね、救急車呼んで名古屋の医療センターに急患で行ったんですよ。大した処置はされませんでした。脱臼って別に処置がないらしいですよね。まあ、ですのでそのままほっといて今に至るんですけども、おかげさまでなんか知らないけど脱臼は治りました。ほっといたら手術でつなぐ例もあるんですけど、私の場合何もしなかったんですよ。で脱臼した瞬間私は YouTube 回しましたからね。だから YouTuber ってのはそこまでやんのかいっていうふうにやっぱりねコメントつきました、メッセージが来ましたね。いやこの逆境にこそ美味しいネタだと思えるぐらい私はだからね骨の髄まで YouTuber なんだなというふうに思いましたし、このネタしかないと、あ久保哲郎はそんなことまでネタにするのかって、恐ろしいやついてきないよみたいなね、1億稼いでもしょうがないよこの人はみたいになるかなと思うんですよ。まあそんな思い出があったかなというのをちょっと思い出しましたね。はい、じゃあまとめますとね、30になって自信を持って30になれる人そんなにいないってことですよね。そしてビビりながら30になってやり残したことを多くして20代に別れを告げる人、これは非常に多いけども適正な自己評価とも言えます。そして最後なんですけども、何もできてないのに堂々とこうやって胸張って30になっちゃうっていうのはもしかしたら危険なことかもしれませんね。本当に30歳になるべくことを果たしたんだろうか、20代に戻れるとしたらあなたは何をやりたいですかって言った時にやりきりましたと言えるような20代だったんでしょうか、それともいや20代があと1年あったらせめてこれだけはやったのにっていうふうな後悔大きい20代だったんでしょうか。いってらっしゃい。